まあ、この状態で帰るとすると後ろ向きで歩くことになるけどいいの？これはプロポーズと捉えていいのか？去年俺結構上手かったはずなんだけどな、サッサ君と来た時。神様へのお願い事を元取ろうとすんのやめよ。今年は気をつけようっと、ってか？ほうほう。まあ、なんかちょっと彼氏面するとこあるよな。だから去年も今年も俺に誕生日プレゼントくれなかったのかな。そう。こんにちは、ガランドーと申します。はい。前回は去年と比べてとても楽しいクリスマスを過ごしました。さて、今回はお正月ですね。まずは電話していこうかな。はい。ちょっとこれ、バイトがね、いつになったら出るのかなって感じなんですけど、まあ、とりあえず、ちょっと七つ森くんも他の人と同じようにちょっと順番にデートしていきたいなと。で、最近多分デートしてないのが風間くんじゃないかなと思うんで、とりあえず風間くんに電話してみたいと思います。はい。もしもし？あ、風間くん、今ちょっといい？あ、こっちは別に、ちょっとじゃなくてもいいけどな。おー、言うこと変わってる。いや、ちょっとで大丈夫です。うん、あのね。ああ。三が日にデート誘うってどうなんかな？まあ誘うけど。平日大丈夫か？なんか平日地雷ありそうなんすよね。わかんないけど。あ、そうだ、去年行けなかった。スケートに行こうよ。うい。1月2日にスケートをしに行かない？ああ、付き合う。うん。急がないでゆっくり来いよ。じゃな。おお、なんかやっぱそれも言うこと、全部言うこと変わってんな。うん。さて。で、あ、そう。俺ちょっと一個、ちょっと、こう、今後について考えたんですよ。それぞれこう、占いなんですけど、4種類しかないじゃないですか。で、それぞれに対応してると思うんですけど、勉強、行楽、健康、恋愛。恋愛がこれだけってマジって思ってるんですよ。で、恋愛に対応してるコマンドが他にあるんじゃないかと。ここなのではと。こうなんかちょっと美容っぽいことするんじゃないかと。特にみちるちゃん、あ、ひかるちゃん。みちるちゃんはなんか手芸っぽいことだから魅力なのかな、わかんないですけど。で、あとあの、クラブ。クラブってなんだろうと。で、部活によって違うのかなって。スポーツ系の部活と文化系の部活で。で、これは勉強と行楽こなせるのではないかと、ちょっと思ってるんですよ。なので、ちょっとこれから、ちょっと様子も見つつ、勉強出たら、この、部活。で、恋愛とか、行楽が出たら、ちょっとこう、今まで使ってたコマンドじゃないもので、近そうなものをちょっと選択していきたいなと思っているんですよ。で、今、勉強がいけるので、まあ、文化系の部活だから、いけんじゃないかと。とりあえず、部活全然してないので、少しはちょっとしていきたいので、部活します。えい。うん。初めてやった。演芸部、大変だけどやりがいあるな。広瀬。おい、お疲れさん。おう、先生。三上先生、これからよろしくお願いします。いや、すいません。去年の秋に入ったのに全く活動せず。最初から飛ばしてんじゃねえか。ああ、気にしてらっしゃらない。よかったよかった。いいか？植物はゆっくり育てるもんだ。ああ、はあ。俺たちができるのはアシストだけ。あ、頑張るのは植物の方。ほうほう、そうですよね。ああ。そっか。植物に頑張ってもらえるように頑張ります。わかったよ。本当に頑張るのが好きなんだな。そうなんです。可愛いでしょ。いいじゃねえか。俺はそんなお前が好きだぜ。先生、ちょっといいの？こんなとこでそんなこと言っちゃって。ちょっと先生、
好きってびっくりした。もうちょっと先生、今年1年を振り返ってみると、アルバイトよく頑張ったよね。ほうほう、そこバイトばっかしてたんだな。で、いつになったら新しいバイト出るんや。新しい1年の始まり、なんだかすがすがしい気分。いや、ほんと年末はさらっと飛ばすよね。なんか見てないのかな、こう格闘技とか。笑ってはいけない。まあ今年はやんなかったけど、笑ってはいけない。年賀状が届いてる。風間くんなら年賀状というよりクリスマスカードっぽくて可愛いな。あー、なんか海外はもうクリスマスとお正月はなんかちょっと一緒になっちゃってる感じらしいですもんね。てか、いや、これは絶対あと9年だから、うん、あと7年はこういう系のカードが送られてくると俺は思っているよ。送れなかったカードを送り続けてると。エモいね。これはササ君のね。全力跳躍か、ササ君らしいな。それにしてもこの手書きの絵は、ササ君いいね、すごい。あー、これは画伯ってやつですね。ウサギの絵があるのにわざわざウサギ自分の技術を見せつけてやってるという。なんか人参みたいに見えるけど、多分ウサギ。あれはこれは本田くんだ。お世辞の豆知識がたくさん、ためになるな。おー、確かにすごい。これ本田くんが描いたの。はー、これ魚も本田くんが描いたとしたら、もうなんかさかなクン並みに絵うまいね。いや、すごっ。てか、でも俺への一言ないんよね、これ。これプリントしたのみんなに送ってるやん。うん、ちょっと寂しい。これはヒイラキくんだ。まるで見本のような年賀状だ。座長さんだもんね。いや、これもだわ。てか、これに関しては手書き感も一切ない。もうこういう時は今年もよろしくねみたいなものを書くもんでは、なんか多分業者とかに任せて、こういっぺんに送ってるやつのリストにとりあえず名前と住所追加したみたいなノリだよね。やっぱ俺のこと嫌いだよな、お前。あ、今くんからだ。綺麗な写真、自分で撮ったのかな。おー、おしゃれだね。そうそう、こういうの、こういうの一言でもこう書くって大事だと俺は思うよ。うん、ありがとうね。いや、君はどんどん人らしくなってきてて、俺も嬉しいよ。いい写真だな。あ、これは三谷先生だ。かわいい吉花。制作過程が気になるな。あー、いや、これほんとすごいな、毎年。てか、これ全員、こう、生徒、その同じクラスの子全員にこれやってるの。すごくない？先生、マメだな。これはみちるさんだ。うん、形もおしゃれで可愛い。みちるさんのセンスって素敵。なるほどね。うさぎちゃんが乗ってる。うさぎ出しだからね。可愛い。おしゃれ。ひかるちゃんとかからだ。この絵は私とひかるちゃんだよね。可愛い。おお。本当に真逆。かわいい手書き。てか、これわざわざ俺のこう絵まで入れてくれるってことは、もう本当にただでさえこう、つながりも多くていろんな人に年賀状送ってるだろうに、これはすごいね。こんなん書いてくれるんだ。いやー、かわいい。ありがとう。で、うさぎちゃんの絵が一切ないのは、もうそういうのはどうでもいい。えととか知らない。えとって何みたいな感じなのかな。それとも、私がうさぎちゃんだからみたいなことかな。どっち明けましておめでとう。今年もよろしくな、先生。三影先生、明けましておめでとうございます。これから初詣に行こうと思ってんだけどさ、一緒にどうだ。
もちろんですよ先生。行きますよもちろん。はい喜んで。縁起物だからな、言っといた方がいいよ。うんうん、じゃ迎えに行く。うん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 。はい、わかりました。きっとご利益あるぞ。いやそうっすね、もうご利益ありそう。みそげ先生と初詣だ。どうしよう、何を着ようかな。何を着てこいって決まっとるやろ。お前意外しろよ、わかっとるやろ。うい、なんかそうそうそう、今年はこういうのもあるんよ。うい、なんかぽいね、いいね。うん、これでいこう。広瀬、おめでとう。今年もよろしくな。いや先生、よろしくお願いします。はい。みさげ先生、明けましておめでとうございます。おお、綺麗だな、着物。先生、そうなんすよ。そうなんす。服売ってまで買ったんです。見てください、先生、存分に。着物？そうそうそう、確かに。あはー、悪い悪い。俺としたことが。着物を着たお前が綺麗なんだよな。そうそう、そこ大事。先生そこ大事ですから。ありがとうございます。正月早々いいもん見られた。今年もいいことありそうだぜ。そうですよ先生、縁起物なんで見てってください。やった、みそげ先生に褒められちゃった。じゃあ願い事でも考えながらぼちぼち行くか。はんはん、まあ決まってるんですけどね、俺の願い事。なんかさ、空気が澄んでるよな。うんうん、そうですね、いつもとは違う感じがします。今日はみんな希望に満ちてるんだろうな。うんうん、三角先生は？まあな、今年こそが通用する1月上旬くらいまでだけど。うんうん、その後はどうなるんですか？それを考えないでいいのが今日だろう。全く興ざめなこと言うなって。なるほどな。あ、そうそうそう、目標を立てた目標がどうしようもなくなる年、2月ぐらいからこれちょっとそういうのどうでもよくなっちゃうよね。ほら、たんまりお願いしに行こうぜ。たんまりって、神様へのお願い事を元取ろうとすんのやめよ。はい。私は何をお願いしようかな。おお、なんだ、動かせる。おお、いい。じゃあちょっとお賽銭をちょっと失敬します。失敬。あ、触れない。あ、これをパシャパシャ。あら、あ、なるほどね。こんなんやったっけよね。まあ、もちろん、今更軌道修正なんかできんのよ。もっと三影先生と仲良くなれますように。その願い、叶えて信じよう。ああ、なんか毎年すいませんね。一途な女子です。あれ？なんか叶いそうな気が。あの行列は…おみくじだな。おお、引きたいね先生。三影先生、おみくじ好きそうですね。お前はどうなんだ。お、引きたいです。運試ししましょう先生。だよな、ここまで来て引かない選択はないって。そうだね。行きましょうか。さて、私の今年の運勢は。今年は気をつけようっと。今年は気をつけようっと。ってか、ほうほう、大凶。嘘だろ。すげえ俺たち。三影先生大丈夫ですか？安心しろ、おみくじはな、二人で引けば負けはねえ。ほう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 、それがおみくじの三影理論だ。ほう、何ですかそれ。いいか、一人が凶でも一人が吉なら
気持ちも中和されるだろ。いや俺今日引いたんよ先生。俺も今日なんよ。はい、まあでもどっちも今日だったな。マイナスかけるマイナスはプラス。見ろ、お前が何を引いたとしても怖いもんなしだ。プラスかけるマイナスはマイナスなんよ。いやまあ今回はマイナスかけるマイナスでプラスになってますけど、先生理系ですよね。ミサビ理論無理があるな。あ、無理があるな先生ポジティブにも程があるのでは。お、もうこんな時間か。そろそろ帰った方がいいな。いやいやそんなことないっすよ先生。もうちょっと楽しみましょうよ先生。え、どうしてですか。どうもこうもない。ご家族に申し訳ねえよ、せっかくの元日に。あー、いや全然多分大丈夫だと思います。ほら家まで送る。その間今年の抱負でも語ろうぜ。ほうほう、そうっすね。もう着いちまったか。ねえ先生、ちょっと上がっていきませんか。ちょっとうちの両親にも挨拶してもらいたいし、俺も両親に会ってみたいしね。俺のやりたいこと100、まだまだ序盤だったのにな俺そんなの聞かされたの。俺は長かったかもな、この家まで来るまでの道のりは。はい、序盤というか一つしか聞いてないですよそうなん、一個が長いそうだったな。まずは初詣。マジか、お前この帰り道ずっと初詣の話だけしてた。そっか。はい、今日できました。じゃあ一番やりたいことは何ですか。出た、それお前の悪い癖だぞ。先を急ぎすぎ、こらえしょうがないとつまんねえぞ。いやでももったいぶりすぎるのもどうかと。じゃあそうだな、また来年だ。嘘だろ、2個目が来年ってことは先生俺とあと99年付き合ってくれるってこと。これはプロポーズと捉えていいのか。うん、長丁場にはなりそうだけど付き合いましょう。え、そんな。ゆっくり考えとくよ。じゃあな。おうおう、はい、今日はありがとうございました。おう、また学校で待ってるぜ。はい。春からもう3年生か。来年の初詣、また三坂先生と行けるといいな。そうだね、うん、行きたいな。さて、では風間くんと久々のデートに行きたいと思います。はい。さあできるかな。はい、小悪魔できました。行きましょう。遅くなっちゃった風間くんは。あ、もう来てる。うんうん、ごめんね、待った。いいよ、俺も今来たところだし。ほうほう、なんかいいねその感じ。なんかザ・デートの会話。本当に。お前な、そこは素直に受け止めろよ。まあ確かに、ごめんね待たしてありがとう。どうした。君これの色違いの白持ってなかった。好きだねピーコート。おお、素敵だね。黒のが俺好きかも。コートはお手を貸しましょうか。あな、やっぱりいいなそういうファッション。おお、セクシーが混ざるとさらに喜ぶ。むっつりだもんな。気に入ってくれた。そんなに似合ってたら目離せねえよ今日虫眼鏡持ってきてる。頼むから変なの引き寄せるなよ、追い払うの面倒なんだから。その変なのの筆頭が君なんだけどね。よかった、すごく喜んでくれたみたい。ここは間違いない。お、好きな場所。じゃあなんで去年断ったんや。まあでもまあいいわ、好きならちょっとファイティングスタイルで臨ませていただくよ風間くん。こんなとこでトロトロしてる場合じゃない。行くぞ。おお、楽しそう。結構冷えるな。うん、ネック。昔は俺の方が小さかったかもな。
あは。風間くんスケート上手、文武両道で本当にすごいな。お、ふぅ、おは、お疲れ様。喉乾いたでしょう、何か飲む？大丈夫。あ、てか俺のことほったらかしでお前遊んでたんか。まあいいけど。お前こそずっとそこでじっとしてるだけじゃ寒いだろう。いやだってお前が一人でぐるぐる回っとるからやろ。お前デートだぞ今日。少しだけど軽やかにスケートしてる風間くんを見てるとワクワクする。ふん、じゃあそろそろ行ってみるか。ん？何？一緒に滑るの？もう帰るの？ふん。あ？何その顔、ちょっとやめて。怖い怖い、俺怖いよ。何する気？ん？ん？腰引けてるぞ。まっすぐこっち見て手は離すなよ。ほうほう、いいっすね。あ、なんかこうあんまり上手じゃない俺を教えてくれる。なるほどね。は、はい。ほらまた右足首が傾いてる。怪我するからまっすぐ立って。あ、ゆっくりでいいからな。去年俺結構上手かったはずなんだけどな、さっさ踏んときたとき。なぜ下手になってる？それが簡単にできるならこんなに苦労しないってば。わっ、風間くん、手絶対離さないでね。あ、可愛いと思っていますね、俺のこと。落ち着いた。あれ、風間くん顔が赤いけど寒いの？なんか罪悪感。どういうこと？本当にごめん。何が？え、なんで謝るの？俺の横島な心に猛省。ほう、まあお前の横島な心には猛省していただきたいけれども。何、どういうこと？お前がスケート上手いとか下手とか正直あんまり関係なかったんだ。ただ手を。なるほど、俺と手をつなげたかったわけだな。さっき手袋してたのに外したの。ああ、俺と手つなぎたくて外したってことか。ああ、え、滑れないのに無理にリンクに引き出したりして怖かったろ。いやー、でも俺去年はバリバリ滑ってたんだけどね、さっさ君と。うまいって多分言われてた気がする。うん、おかしいな。うん、楽しかったよ。風間くんずっと手をつないでくれたし、スケートも丁寧に教えてくれて嬉しかった。本当にごめんなさいでした。ごめんなさいでした。お前ツイッターとかで日本語学んだ人？なんで謝るの？今日はサンキュー。俺こっちに帰ってきてよかった、そう思える一日だった。お前、俺と手をつなぐために9000キロ前戻ったの？一途がワールドワイド。本当に俺のこと好きなんだな。ああ、どうした？そうだ、君も髪の毛ダメ勢だよね。多くない？髪の毛ダメ勢。そんなに？じゃあバタン。お前のせいで笑い疲れた。家まで送る。お前が夜遊びしないよう見張らないとさ。あは、なんかもう見張り始めてるな。ん？あ、じゃちょ、耳、あ、そう、耳引っ張れないんだ。鼻をつっちょ。何か期待してる？いや。ありがとう、送ってくれて。今さらそんな気使うなよ。じゃ、またな。おやすみ。早く帰って早く休めよ。明日に備えてさ。風間くんに送ってもらっちゃった。お、羽ばたきニュース。お、羽ばたきニュースに昆虫展だ。本田くんと行きたいな。どこにあるんだ？博物館か。行こう。で、星座が健康。健康は
は何？何か他に対応するものあるのか。健康は健康だけだろうな。はい、道ひかも増えてました。ロングパンツ、ピンク、ヘアアクセ。ん？ヘアアクセだけ変わったかな。さて、でももう運動は運動しかないよね、多分。一回寝ようかな。70代なら多分先生何かしてくれるかもしれんし、とりあえず今週は寝ます。じゃあちょっと早速本田くんと行きたいね、虫昆虫展に。あ、平日特に問題ないんかな。じゃあもう明日行っちゃおう、昆虫展に行こうよ。ん？博物館か。うん、博物館。いい。昆虫展に行かない？うんうん、行こう。うんうん、行こう。さてさて。うんうん。いいね、これ。実際に来てもいい感じのなんか服装。うん。いいし。遅くなっちゃった、本田くんは。オッケー。でもそんな待ったかな。いや、いつもごめんね。これから気をつけます。じゃあ俺も気をつける。音楽、えいえいえい。ん？普通の格好してる。ちゃんと普通の格好してる。うんうんうん、似合うね、こういうダッフルコート的なやつ。ちょっと動きにくくない？ごめんって、そんな嫌だった。タッチしただけなのに。やっぱいいよね、そういう格好。うんうん、動きやすいよね。そうそう、俺も気兼ねなく遊べるよ。うん、ちょっとそこがポイントなのはどうかと思うけどな。ちょっと格好にこうね、えなんかドキドキしてほしいんだけどね、俺としては。よかった、本田くんすごく気に入ってくれたみたい。なんで今会話したの？世界の珍しい昆虫をいっぺんに見られるなんて最高。そうなの、ちょっと本田くんの好きなところかなと思って。男子の好きなところを理解した上で誘う、そんな気遣い、あ、気遣いないわ。あ、なんかいい感じの女子です。はい。ん？ちょっと待って、ここ触っちゃダメなんか。君は本当に難しい。髪は自分で切ってるよ。だからやめなって、それ。昆虫の起源は4億年前なんて説もあるんだ。人類の大先輩だよ。ほう、そうなんだ。お、なんかいいね。大先輩に挨拶しに行こう。ちょっと苦手な仲先輩かも。蝶々くらいなら大丈夫。ほうほう、いやもうこれでしょ。大先輩に挨拶しに行こうよ。後ろにめっちゃでかい大先輩いるな。うん、行こう。うい。うんうん、じゃあ世界最大のトンボ、帝王ムカシヤンマ先輩から。なんかその長い名前に先輩つくってちょっとおもろいな。うん、いやなんかすごいな、クワガタの世界。やったね、バッチリ好印象来ました。バッチリ好印象。どうしたの？むずいなって、ここクシュクシュしたら嫌がるでしょ君。じゃあちょっとかじゃん。腕組みたいの？別にいいけど。いいの？それいい時の言い方じゃないし、いい時の顔じゃないな。いいよまだ別に大丈夫。じゃあ腕は組まないけど、嫌がんないでほしいな。俺君と遊ぶの好きみたい。君は？いや俺も楽しいよ、ただちょっとタッチがむずい。ん？君タッチがむずいんよな。うん、楽しかったね。お送ってく、当然でしょ。いやすいませんね、いつも。どうしたの？むずいんだな君は本当に。バルン、あれ疲れちゃった？うん、の ありがとう、送ってくれて。俺もありがとう。ゆっくり話せて楽しかった。じゃ、また。うん。どうしたの？
エリ。元気で何より。君は本当に難易度が高い。むずいな。本田くんに送ってもらっちゃった。スポーツだからちょっと運動するか。そうだ、風間くんから帰りに話があるって言われたんだ。何かあったのかな。あ、いつものやつですよ。そうだ、なんか話があるって言ってたよね。うん、前さ、お前とアイススケート行っただろ。ああ、先週な。うん、楽しかったね。あんなに自然に手つなげたの久しぶりだった。ああ、よかったね。もうつながんよ。え？同じクラスで近所に住んでて近すぎてさ逆に難しいよな、手つなぐタイミング。いや、幼稚園とかの話持ち出されても俺たち別に手つなぐ関係性じゃないから、ちょっとやめてくれる？そういうの。お前なんかちょっと彼氏面するとこあるよな。違う違う、俺の男は三影先生なので、なんか本田くんがちょっとこうその次に来てるんよ。で、その次にちょっと最近七つ森くんが急上昇中な感じで、天敵が柊くん。そうかも。いつも近くにいられるのは嬉しいんだけどさ。はあ、風間くん、もっと手をつなぎたいのかな。嫌な予感がするな、これ。いいけど、えい。そうだな、今は自然だよな。そう。ほら、手つないで帰ろうぜ。いや、お前この状態で帰るとすると後ろ向きで歩くことになるけど、いいの？俺が出した手はもちろん右手だよね、並んでるし。で、その右手を俺は掴んだから、完全にあの後ろ向きだけど、別にこのままで帰りたいんだったら、お前がそれで構わないならいいけど。じゃあちょっと家までつけるか試してみようか。やっぱりつなぎたかったんだ。いや、でもすごい格好になってるよ。大丈夫？まあいいけど、ご近所さんに変な目で見られないかな。またひかるちゃん。じゃあみちるちゃんのニックネームを変えたいんよ。ひかるちゃんも嬉しいけどさ、まあ、一緒に帰ろうよ。ひかるちゃん。あ、マリー、今帰り？うん、よかったら一緒に帰らない？もちろんいいよ。帰ろう。よかった。楽しく行こうした。どうだろうな、さっさくん。あ、そうそう、さっさくんって第3日曜日部活だったんですっけ。ちょっとそれも試したいから、留守電になるかどうかちょっと聞いてみようかな。そう、なんか多分そうかなぐらいの感じだったんですよ。あ、一応確認も含めて今日あえて電話してみます。はい、はい、さっさです。あ、これ留守番電話だな。あ、さっさくん、今電話平気？こいつは本当に毎回騙される。今は電話に出られないので、留守電に名前と用件をよろしく。はいはい。入れるよ、用件。切ったらどうなるんかな？これが第3に、あ、大丈夫だね。ここいつも第3の場所だから、わかんなくなっちゃった。去年、さっさくんとはスケートに行ったんですよ。で、だから今年はちょっとスキーに行ってみようかな。いい。じゃあ誘って電話来るかな。よし。あ、ああ、俺今留守電聞いた。はんはん。で、どうかな、いけそう？ごめん、その日予定あるんだよ。断ってくるやん。なんで？そっか、残念。うん、また誘ってよ。それじゃ。うん、断りの電話くれるなんて律儀だな。確かに確かに。そっか、あの初期の小僧とかにこの電話したらそのまま仕方されるんかな。怖っ。さて、運動したということは、
行楽と、うん、行楽行けるからちょっと行楽はいろいろ試したい。なんか多分これ菊まり上がるんですよ。じゃあみちるちゃんはみちるちゃんのボタン上がったら菊まりが上がったんですよ。だからひかるちゃんも菊まりなのか、ひかるちゃんはまた別なのかわかんないですけど、まあ、確かに友達と遊ぶそのこの二人と遊ぶのはきっと気遣いは必要なので気配りが上がるんでしょうね。あ、やろう。うわ、ひどいことされた。おい、お前ら、俺が見えてんのかよ。あ、なんか久々だな。来週の日曜は課外授業だ。ちょっと先生、課外授業を怠ってたんじゃない？最近なかったよね。頼むよ、定期的に頼むよ。休みの日に俺の顔見たいっていう既得なやつは参加するように。いや参加するよ、まあ、するに決まってるやろ。ああほう、お前ら結構真面目じゃん。感心感心。ああ、じゃあ参加するやつは日曜な。はいはい、寝坊しないようにし、そうだな。ああいや、成功した髪型も微妙だったな。もう本田くんの誕生日です。はんはん、買いに行くよ当然。うん、急いで買いに行かなきゃ。はんはん、プレゼント何がいいかな。うん、おー、知恵の輪3点セット、なぞなぞ役連発、ハイスクールキッス全巻。はー、知恵の輪3点セットじゃないかな。いやもうこの格好を信じないことに俺はしました。あ、あ、これもうだってこのハイスクールキッスってよくわからんけど、多分だけど本田くんこういうの苦手なんだと思う。あ、知恵の輪3点セット、あ、これでプレゼントは OK。 よし、頑張って渡すぞ。知恵の輪3点セットとか秒で解きそうだけどな。うん、なんか早いな展開が。本田くん、はーい。今日誕生日でしょ、だからはい、プレゼント。あ、覚えててくれたんだ。あ、家族以外にお祝いされるのって特別な感じがするね。俺去年も祝ったんだけど忘れちゃったのかな。そうだから去年も今年も俺に誕生日プレゼントくれなかったかな。よかったら開けてみて。だー、これはすごいよ。2年連続だーいただきました。どうかな、聞いてくれた。もちろん、俺の趣味そのもの。おー、俺は本田くんの心をよくわかっている。でも今こういうのが欲しいって君に話してないよね。うんうん、うん、多分。なのにこんなに俺の好みを分かってくれてるなんて。うんうん、わかりますよ、俺は本田くんのこと。本当にありがとう、大切にするね。うん、ありがとう。大切にして、多分君秒で解くだろうけど。すごく喜んでもらえたみたい。よかった。うんうん、よかったよかった。うんうん、いやだから成功してもあの髪型は嫌だな。午前も頑張ったし、お腹が空いたな。あああああお、今日も元気？マリー？ああ、あ、みちるさん、ひかるちゃん。ねえねえ、ひかるたちと一緒にランチしよう。行きたい行きたい、お金もあるし。なんか君たちとのランチの方が会話があるから楽しいよ。もちろんね、まあ、男子と行けるのも嬉しいですが、やっぱり君たちとの会話のある、中身のあるランチが俺は嬉しいです。行こう。やったー、うんうん、楽しくなりそう。うんうん、ん？はあ、学校は好きだけど勉強は好きじゃないな。ほうほう、てかそっか、二人と行くときはご飯選べないんだな。てかみちるちゃん、メガ盛り盛りそばを食べてますね。大盛りかなこれは。わからんけど、私結構でかく見えるな、俺には。なるほど、和食が好きなみちるちゃん。あ、そうだよね、和菓子屋さんで働いてるし、ハンバーグが好きなひかるちゃんぽいね。
いつも成績トップの人ってさ、なんであんなに頭いいのかな。勉強がマジで好きなの？まあ、みちるちゃんも賢いけどね、まあ、確かに本田くんはちょっともうちょっとね、また違う世界の人だよね、ある意味。好きじゃなきゃ続かないと思う。私たちとマリーの関係のように。みちるちゃんそうだね。そう考えると本田くんは勉強好きってことになるけど、それはすごくわかるかも。うんうん、あいつ勉強だけじゃなくて俺のことも好きみたいよ最近。中等部の時、彼は図書室の住人だったから。ああ、なんかそうだね、光のメモかなんかに書いてあったね。そうなんだ。そうそう、図書室の本、1年生の時に読破したって聞いたことがある。どう、え、それは何？あの、なんかさ、パラパラパラってやるだけで読める人じゃなきゃ追いつかねえだろ。本当に住んでたってこと？いや、おかしいよね、その速度。すげえちっちゃい本屋、図書室だったか。いやいや、物理的に無理だろ。すごい、本田くんやっぱり勉強することが好きなんだ。いや、え、本気で言ってる？それはもう都市伝説じゃないの？あ、ミドくん、アルバイト上、来たー、カフェー。なるほど、あいつ喫茶アルカードで働いてるんか。てか自分が働いてるカフェって、あのきっといつも俺たちがこう会うとこだよね。お前、あの自分が働いてる喫茶店であんな態度取ってるの？いや、仕事終わった後にちょっとお茶いただいていきますにしても、あの態度やば。まあでも働きますよ俺は、アルカードでね。うん、久々の課外授業に行きます。はい、服着れないもんな。よかった、ギリギリ間に合った。なんかいつもと違う。広瀬、お前が一番だ。え、あ、そうなんすか。先生、初めて俺より早く来てる。間に合った、やらないですね。え、もう集合時間じゃん。ドタキャンが多くてな、みんなもっと楽しい予定が入ったんだろうな。マジか、願ったり叶ったりだな。最高じゃないですか先生。お前はもっと楽しい予定なかったのか。いや、その言い方やめてください。ちょっとなんか俺ぼっちみたいじゃないですか。まあぼっちなんですけどね。今日は特には、でもお休みの日に友達や先生と一緒にいるの楽しいですよ。ああ、それわかるよ。なんか学校とは違って新鮮だよな。もう少し待ってみるか。いや、もう行こうよ先生、どっか俺と二人で。もう誰も、もう来ないって誰も。うん、来たとしてももう遅刻してるやつのことなんてどうでもいい。先生二人で行こう。うん、誰も来ない二人で課外授業って言ってもな。うん、今日は中止にするか。バカ言え、俺は予定をわざわざ開けてきたんだ。お前何言ってんだ。お前もちゃんと時間作ってんだろ。もうここから先行くところは決まってるだろ。おい、ほら後ろ行こう。はい、そうですよね。課外授業はやめてただの遊びにしちまうか。先生、いいこと言う。行こう先生。やった、レポート提出しなくていいんですね。おい、そこかよ。じゃあボーリングどうだ。おう、先生ボーリング得意な。行きましょう行きましょう、俺も結構得意なんだ。え、三上先生ってボーリング好きなんですか？内緒だぞ。実は初めてだ。初めてなんだ。あ、じゃあやってみたかったのかな。どうだこの感じ、初めてには見えないだろまあ見えないけど、見えないからとてこの後投げてガーター出したらかっこ悪いよ。かっこつけててガーターはちょっとはずいよ。いいね、こういうなんか、
よし、そんじゃ投げるぞ。うん、頑張ってください。ダメですよ、こっちに投げちゃ。何してんだ。それは人を攻撃する道具じゃないよ。そんぐらい知ってるよ。よかった。でもそっか、こいつにそういうの一個一個教えないと何するか分かんないな。あ、先生、そのボールの前に風が出るじゃないですか。あれは体調が悪い部分に当てるとご利益があるんです。で、その横にあるタオルは顔を拭くために置いてあるんで使ってください。あとは、あと初心者は毎回投げる前にピンに元気よく挨拶するのが習わしなんで、まずは大きな声で挨拶しましょう。あ、しきたり的にはこれぐらいですかね。ああ、ちゃんと守ってやりましょうね、先生。じゃあ挨拶して。ん？いい音した。乾杯だ。ああ、でも倒してる音したね。初めてにしてはすごいんじゃないですか。三影先生、本当にボーリング初めてなんですね。誰にも言うなよ。ああ、二人だけの秘密ということですね。はいはい。ボーリングだけじゃない。先生な、高校生のお前らが当たり前にやってることすらうまくできないんだよ。ああ、まあそれはなんとなく俺も感づいてはいました。え？海外で高校生活を送ってたし、飛び級で周りと年も離れすぎててさ、友達なんていなかったよ。え、あ、そういう感じなの先生。え、あ、そうなんだ。先生いくつなんてか。へえ、そうなんだ。そっか、だからね。そんなんでさ、今お前たちの高校生活に便乗させてもらってんだ。なるほどね。うんうん。いや、ちょっとこれからいろんなところに一緒に行こうよ。今日は悪かったな。いやいや、もうこっちとしてはもう大歓迎ですよ。ちょっと来週もよろしくお願いします、先生。三影先生、じゃあな。また課外授業で誰も来なかったら遊ぼうぜ。ほうほう、どうすればいいかな。どうすればそれできますかね。俺どう頑張ったらそれできるかな。ちょっと考えておきます、先生。あ、はい。今、すごいこと聞いちゃったよね。うん。なんかきっと仲良くなったから打ち明けてくれたんだな。さてさて、やっぱりここ気配りだな。しかも結構成功率は絶妙、そこまで悪くなかったので、やっぱここ行楽でいけるんじゃないかなと。うん、ちょっと順番に上げていこうかな。うん、いい。かわいい。今週はバッチリ。マリーといるだけで何もかもが刺激的。おー、なるほど。そっか、ミチルちゃんとヒカルちゃんとかと遊ぶと、そっか、一緒に遊んでたから。うん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 、褒めてくれるとね。うん、やったね。はい、じゃあ今日はこれぐらいで終了したいと思います。で、次回はバレンタインですね。ちょっと次のバレンタインでちょっと仲良くなってきてるんで、先生の反応とかも楽しみなので、あ、やっていきたいと思います。次回もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。もうやめてよ。束縛方法が最高。ピースト時を庶民の感覚わからない。先生、お昼にふわふわパンケーキ食べる。なんでこんなに俺を嫌う。その顔やめろ。俺俺俺俺俺俺嫌い。お前はチョロすぎ。こいつにそれが通用するかは別としてね。先生、俺じゃないよな。ボコボコにされるぞ。